どうも。今週はちょっと遅れてすいませんね。ちょっと遅れちゃいました。どうも、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 どうも。こんにちは。どうも。はい。ということでね。ちょっとね、本当はね、車の中で食おうかなと思ったんだけど、結構今日晴れてて、暑いんで車の中だと。で、エアコンとかかけとくとなんか、アイドリングだとかまた電話されるのかなと思って。だちょっと、エアコンかけないで、車内で食うのきついなと。今日結構晴れてるんですよ。そう。だから、ちょっと家帰って食おうと思って、買ってきて、家に今来ました。ああ結局家に持って帰ってきました。そうで帰ってきました。ケンタッキーに無料のワンピース1ピースだけ無料です。それ以外は有料です。もちろんそれ以外は有料。ただね、無料のケンタッキーのそのアプリをインストールして、で、それで、そのアプリのクーポンで、なんと、6日から、9月6日から9日まで、1回きりですけど、オリジナルチキン1ピースがなんと無料でもらえる。で、他のもの買わなくても、多分もらえると思うんですよ。僕はちなみに他のものちゃんと買ってきましたけど、多分ね、何も買わなくてももらえると思うんですよ。で、これなんか、これもなんかクーポンでちょっとだけ安くなったんですけど、なんとかソーダ、トロピカルソーダみたいなやつ。あと月見の2種類のやつを買ってきて。あとは、ひょっとしたら20日まで使える。あ、そうなんだ。で、これが無料のやつです。これが無料でもらってきたオリジナルチキンの1ピース。これ無料でした。はい、まあ、普通にね、これは別に、皆さんも知ってると思うんですけど、ケンタッキー、それなりに行ったことある人。で、あと、ビスケットをね、3つ買ってきました。ビスケット、これ美味しいですよね、うん。これなんか親にあげようかなと思って、なんか、一応ケンタッキー食うって聞いたら、いらないって言うから、なんかチキンみたいなの食いたくないって言うから、ビスケットうまいって言ってたんで、一応親用に、まあ1個で俺食いますけど、2個だけ。買ってきます。あげてきます。ということで食べていきたいと思います。うまい。チーズカツの方、チーズチキンの方食べようかな。はい。いらない。これこの前食ったからね。コングソーボーも。うまっ。もう2回目ですよ、この前食ったら。うん。うまい。マックとどっちが、いや、こっちはこっちで美味しいし、マックはマックで美味しいから。コーチつけてたいっすよね。もう、スムーがこう、とろーりと。わかります？このセミの感じ。マックの月見だと多分この黄身のとろり感ないと思う。うん、うまっ。
めっちゃうまいな。ドリンクサイズ無料で変更、嘘だ。一応これもクーポン使って20円ぐらい安くなったんだけど。多分これ、セットとかには付けられないやつだと思うよ。なんとかソーダみたいな。トロピカルソーダみたいな。L サイズに変更で、え、そうなの？嘘だ。マジっすか？無料で？こう、なんとかそうだもん。嘘だ。このなんかトロピカルソーダみたいなやつよ、これ。それって無料でできるんですか？セットじゃないとできない。多分これセットでは選べない飲み物な気がする、これ、多分。多分だけど。こっちがね、オリジナルチキンじゃなくて、なんとかチキンのやつ。これも月見ですけど。うん。うまい。うん。めっちゃうまいな。見えますか、この。このとろりとした。この黄身の感じ。この上のとこっすね。ここのとこっすね。このとろりとした黄身。めっちゃとろりとした黄身ですよ。うまっ。いやー、うまいね。うん。うまっ。うわ！落ちた、最悪だ。今、ケンタは、オリジナルチキンチピース、アプリダウンロードして、アプリインストールして、クーポン使えば無料でもらえます。新規のインストールじゃなくてもいいんですよ。すでに、昔からインストールしてる方でも大丈夫です。期間限定なんで、急がないと。うん。あ、ちなみにこの、今俺が食ってるのは無料じゃないですよ。本物だってね、YouTube とかで見た人かな。まあ、ついでに買ってきたんで、これ、他の。これですね。まあ、皆さん、
ケンタッキーね、行ったことある人は分かると思うんですけど、このオリジナルチキン、これが1個無料っす。これただっす。期間中1個だけ、1人。うん。まあ、正確にはその端末を変えれば、1人端末分もらえると思うんですけど。スマホのね。これ無料っすよ。アプリをインストールして、で、アプリのクーポンのとこから、オリジナルチキン無料プレゼントっていうのをやると、これ、もう全員が無料なんで。それ見せると。うん。うまっ。なんか無料だからお得感半端ないな。で、僕は、この無料のをもらって他のも買ってきたけど、これはお金出して他のを買ってきたけど、多分だけど、他のもの買わなくてももらえると思う。多分。多分、ただで、他のものをお金払わないで、つまり0円で、多分これだけもらうことも多分できると思う。うん。一本いくら？え、これいくらぐらいするの？多分200円ぐらいするんじゃない？うん。オリジナルチキンって普通に買うと単品で一個いくら？ 260 円とかするんじゃないのかな？多分100円台じゃ買えないと思う。しかもこれ国産のだしね。ケンタといえば国産じゃないですか。260円ぐらいじゃない？ググれば出てくるよ。うん、誰かオリジナルチキンって1ペースいくらかコメントしてください。多分260円ぐらいだと思う。国産肉のはずなんで、そこそこするはず。月見どっちが美味しかったですか？いや、どっちも美味しいですね。誰もコメントしないっていう。月見は、マックの月見は明日から。ただ、ケンタの月見バーガーっての、新発売で多分期間限定でやってんのよ。それはもう始まってんのよ。こんにちは、うん、あ、ナイスどうも。うまっ。あくーさんさん、小屋岩さん、当たり当たっつハイキング。めっちゃうまいな。ちょっと高いよね。オリジナルチキン240円。あ、やっぱそんぐらいか。まあ、国産だからね。コンビニとかだったら多分これぐらいのデカさでも200円いかないぐらいで食えそうな気がするけど。コンビニの方は絶対国産じゃないですよ。うん。やっぱ国産肉の方が安全だし、美味しいみたいなイメージはあるよ。めっちゃうまいよ。最初ケンタッキーって食ってもそこまで美味しく感じなかったんだけどね。ほんと慣れなんだろうな。なんか結構食ってきたら美味しく感じてきた、めっちゃ。あとケンタッキーってちょっとなんかさ、贅沢なイメージない？国産肉ってちょっと高いし、うん、なんかクリスマスとか特別な日じゃないとなんかあんまり買わない人も多いんじゃない？あ、よっちゃんさん、こんにちは、ニッコアリアス。ありがとうございます。うん。じゃあ、ビスケットも食うかな。
これ美味しいっすよね、ビスケット。この蜂蜜かけてさ。これめっちゃうまくない？ビスケット。この蜂蜜かけて食うやつっすよ。これめっちゃうまいっすよね。うん。なんかちょっとディズニーランド感があるっていうかさ。これちょっとディズニーランド感ないっすか？ディズニーランドの中にこれ売ってそうじゃない？なんか、この食感とこの味の感じっていうか。わかる？ディズニーランド感がある。プーさんって感じだもん。これうまいよな。んごさん来た、どうも。うん。うまっ。じゃあトイレ行くついでに手洗ってこよう。これ粘るわ、手が。めっちゃうまかった。もうやることなくなっちゃったんだけど、どうしたらいい。食ったらもうやることねえんだけど、どうしたらいい。あと不明の技だし。ハイキングどうも2個。あ、こんにちは、レンチャンです。あ、匿名の方、レンちゃんです。あ、レンちゃん、ニック、当たり屋です。レンちゃんです。当たり来た、ありゃす。レンちゃん、センキュー。当たり来てますね、ありがとうございます。結構当たりますね。トイレ行ったついでに手洗ってきます。よいしいやー、食った食った。お腹いっぱいっすよ。てかもう風呂じゃねえや。お腹いっぱいで、もうなんか、太っちゃうな、これ。最近もうダイエットとか、そこまで意識しなくなっちゃったからな。いや、まあでも、全く意識しないわけじゃないんだけどね。食べる前に太るって意識してるから、そう。まあ、意識してるだけで普通に食っちゃうんだけど。意識してても太らないような、あの、
ことをしないと結局意識だけじゃ意味ないんですけど食べる前にね、毎回毎回、あ、これ食ったら太るなと思って食ってるから、一応意識はしてんのよ。ダイエットとか太ることに対して意識はしてんの。でもその意識だけで実行してないから、痩せるようなあの行動を取ってないから、その意識自体はあんの。あ、これ食べたら太るな、でも食いたい、食おうっていう感じで意識はしてるやん。うん、痩せる行動を取ってないだけだから。うん、意識だけなんですよね。意識だけなんですよ。なんか普通なんか、ね、太らないことを意識するっていうと、なんかその意識して、なんかそのちゃんとね、その意識をちゃんと行動に移してる人みたいに聞こえるかもしれないけど、意識してるだけっていう。うん、本当に意識してるだけなんですよ。行動に移してないっていう。うん、ここかゆいな、これ蚊に食われたかな。なんかさ、蚊がいたんすよね、この、あの家の中。そう。蚊がいたんだよな。かゆいな、ここ。もうやることなくなったらどうしよう。もうやることないっすけど、どうしたらいいっすか。コラボは考えてないですか。コラボ。だってコラボとかしてもなんかさ、くだらないなって思っちゃう。だってコラボなんかしてもどうせ飯食いに行くとかそんなぐらいじゃん、なんか大体。まあもちろんコラボとかある程度した方が、ね、話すこと持ったりとか、お互いのリスナーが行き来するから閲覧とかさ、コメント数とかである程度そのつまんない話をごまかせるとは思うんだけど、ぶっちゃけなんか、ごまかせはするだろうけど、なんかコラボとかして飯食うだけで終わってない、なんかもう。誰かと会ったって大体飯食うだけで終わるからね。あれ、ほんとごまかしてるだけだよ、なんか。炎上とかで閲覧をね、稼いだ人たちが、その人たちって、全然別に配信としての実力がないから、そんな炎上で人を集めるっていう奥の手を使ってるわけじゃん。狂気みたいなこと使って。そんな元々何もない人がさ、一緒にコラボとかして一緒に飯食ったり酒飲むだけって、びっくりするがつまんないからね、本当に。それでも、なんか結局、そういう人たちのなんか、リスナーとかが集まるから、炎上閲覧の、なんか余熱の閲覧とかさ。これずっと言ってるけど。そう。で、あの閲覧とかコメントがバーってこう、集まるからなんかごまかせてるだけの人が多いし、コメントもバーって走るし、閲覧もあるから、なんかこう、でも その人たち同士が飯食ってたり酒飲んでても、配信自体クソつまんないからね。ただなんか閲覧とかコメントでごまかしてるだけなの。なんとなく。うん。なんも面白くないの。そんな人たちが飯食ったり酒飲んでるみたいな。こんなのよく見てられないなってくらいつまんないからね。うん。そう。なんも面白いとこないじゃん。喧嘩とかしたらさ、身方あるかもしれないけど、結局そんなレベルじゃん。喧嘩とか炎上なしでは全く面白くない。見どころが何もないしね。おっさんが飯食ってるだけの配信、何が楽しいのって。うん、まあ別に女もそうだけどさ。うん。かいいな、ここ。
蚊に刺されたのがめっちゃ膨れてんだけど。さっき蚊がいたんだよな、この辺。蚊ってまだいるんだね。蚊が出るのってさ、なんか夏のイメージあるけど、でも夏ってもだんだん終わってきてない。まだ夏っちゃ夏なんか、いやでも秋、秋っていつからなんだろう。秋っていつなんだろうな。秋っていつだろう。今ってそろそろもうちょいで秋だよね。多分まだ夏なイメージあるけど、そろそろ秋じゃない。小さい秋でも見つけに行く？歌じゃないっていう。小さい秋って何なんだろうな。紅葉がちょっとだけ始まったぐらいのあれってこと？完全に紅葉しちゃうとさ、葉っぱとかがさ、もう普通の秋じゃん。その緑からちょっと茶色っぽく移り変わる時が多分小さい秋なのかな。小さい秋見つけたってさ、その小さい秋ってどういうことなんだろうね。小さい秋ってどういうことなんだろう。小さい秋って具体的にどういうもんなんですかね。秋に小さいも大きいもあんのかなっていう。あ、皆さん、右下内装してないかどうしてってください。どういうことなんだろうな、小さい秋って。これ、蚊か？どうしよう、やることないから、ちょっとどうしよう、もう。もうやることないんだけど、どうしよう。内装も増えないしな。また時間変えてやろうかな。内装も増えないし。いや、寝はしないとも、今んとこ眠くないから。まあでも結構お腹いっぱい食ったから、そのうち時間差で眠くなる可能性はあるけど。何これ、辻のぞみ、数えきれないほど泣いたってどういうこと？あ、なんだ、過去のことか。なんかヤフートップの記事で見ました、今。そうですね。とりあえず終わるか。もうやることないんだよ。本当に。子育ての話。まあ、またちょっと休んでからやります。まあ、多分雑談とかそんな感じになっちゃうと思いますけど。もうやりたくないナイスなんて。もう疲れた。あー、匿名の方から花火いただきました。オーイガー、オーイガー、オーイガー、アラブド、セキュア、ウィンドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソン・マサヨシ、ありがとうございます。ということで、まあ、ちょっとね、また何時からかわかんないですけど、休んでからやります。ありがとうございました。ということでね、ケンタッキー皆さん、よろしければ、アプリで今ね、オリジナルチキン1ピース無料でもらえるんで、ケンタッキー近くにある方はぜひぜひ行ってみてください。期間限定なんでね。はあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。